天木鉄道株式会社は、福岡県朝倉市に本社を置き、佐賀県宮城郡木山町から、福岡県朝倉市天木に至る地域で、旧日本国有鉄道特定地方交通線の鉄道路線天木線を運営している、朝倉市、筑前町、木山町、キリンビールなどが出資する、第三セクター方式の鉄道会社である。旧国鉄天木線が第一次。 特定地方交通線として廃止対象路線となったことを受けて発足した鉄道事業者である。当時、福岡市と天城市を結ぶ公共交通は西鉄天城線など他にもあり、また沿線に天城線と並行するバス路線が規制されていたこともあって、福岡県は鉄道の存続に難色を示した。しかし、天城市、三和町など地元沿線市長と 沿線住民は鉄道路線としての存続を絶望し、結果的に第三セクター方式で鉄路が存続した。こうした経緯のため、福岡県は出資を行わず、経営安定基金の拠出に止まった。なお、佐賀県は全く関与していない。比較的福岡都市圏に近く、積極的な増便対策や、 小郡駅の移転による西鉄天神大牟田線との接続改善などが功を、そうし、全国の第三セクター方式の鉄道会社の中では珍しく、ほぼ毎年形状利益を黒字計上し、第三セクター鉄道の優等生として知られた。しかし、2006年7月の大雨で鉄橋の橋脚が被害を受け5ヶ月間にわたり一部区間が不通となり、 旅客が減少したことや原油価格の高騰などが影響し、2006年度以降は赤字決算となっている。ただし、転換第三セクター鉄道の中では赤字額も最小度で、全国的に見ても第三セクター鉄道の中では経営状態は良好である。天城線では、守護か、ニモ課などの IC カードは一切使えない。路線図転換開業以来、 一般的な第三セクター鉄道仕様の軽快機動車が使用されている。開業時にはバス車体後方をモチバス用部品を多用したレールバスとも呼ばれる富士重工業製の LE カーが導入された。その後 LE カーは代替されたが案内放送、車内放送等では現在でもレールバスの故障を用いている。全8両で塗装はすべて異なる。ABCDEF 第34期貸借対象表、損益計算書。天城鉄道。2019年7月25日閲覧。国土交通省鉄道局監修。鉄道要欄令和元年度版。電気車研究会。鉄道図書館公開 ABCDEFG。鉄道ジャーナル第21巻第1 0号、鉄道ジャーナル社。1987年8月。98から101ページ。 ありがとうございます。